はい、どうも、こんにちは。経験チャンネルです。はい、今回は経験の楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。いやー、超久しぶりの楽天モバイル情報。僕自身が全然楽天の流れを分かっていないので、久しぶりにこのホームページ見てみましたけど、どうなってんのっていうことでね、ちょっと見てみます。はい。まあ、今回は、まあ、いろいろな情報あるんだけど、あれだな。楽天ミニ1円スマホでやってたのが、まあ、終わったじゃないですか。6月の17日だったっけな。で、終わって、で、そこからどうなってんのっていう話ね。このスマホが気になるっていうような感じでやっていきたいと思います。まあその前にまあさらりとちょっと楽天の情報を見てみますけど、まあギャラクシー A7 のね、かなりの割引、スマホ本体代を超えるポイント大還元って、これ、自ら書いてあるけど、いいんですか、これ。自ら書いてある。ギャラクシー A7 を買うと、ポイントが スマホ代も超えるね、錬金術じゃないですけど、そんな感じになりますよということで、まあ、今僕がね、グーシムセラー OCN モバイルワン、1円スマホもやってるよみたいな感じもありますけど、いや、こっちすごいねっていうね。まあ一応、1万7000円、まあお金は払わなくちゃいけないんだけど、ポイントがかなり戻ってくるということでね、まあこういうスマホもありますよというのね、相変わらずやってますね。これは前々からやってるやつですね。はい。それから、アクオス R5G も発売記念キャンペーンってことで、これもあれですね。ポイント還元やってますね。まあ、一応ね、まあ、ハイエンドというか、フラッグシップ機だからね、ちょっとお値段がかなり高いので、まあ、どうかなというところがありますね。はい。それから、そうだね。楽天光とかもまだやってるんですけどね、あんまりこう浮いた話が聞かないというか、あんまりこう目立ったこう話題にならないですね。はい。まあ、そんな感じでしょうかね。じゃあ、どうしようかな。まあ、エリアの話とかもしたいんだけど、まあ、これはちょっとまた次の機会にということで、じゃあ、今回は、じゃあ、ま、製品から、先日まで、1円で販売されていた楽天ミニのことについてちょっとお話ししたいかなというふうに思います。はい。皆さん、楽天モバイル、楽天アンリミットを契約されましたでしょうか？まあ、どうかな？そうですね。4月からまあスタートしたんだけど、どうですかね？まあ、順調に増えてんのか、思ったより増えてないのかね。まあ、いろいろあるかなというふうにね、思いますけど、使ってて、まあ、あんまり調子良くないなっていう感じる方もいらっしゃるし、まあ、使う前のね、契約段階でなんか調子悪いなっていうね、そういう声もちらほら聞いたりもしてたり、まあ、いろいろそういうね、諸問題とかありますけども、まあ、不具合もなくというか、まあ、一応、初年度ね、0円だし、まあ、その中で、まあ、そこまで文句言うほどでもないよということで、まあ、まあ、快適とは言わないけど、まあ、一応不自由なく使ってる人もいると。まあ、例えば僕ですけどね。まあ、快適かどうかっていうと快適じゃないと思うんだけど、まあ一応不自由はなく使っている、まあ僕も言いますと。で、まあそういう中で、まああんまりこう契約者増えないということで、まあ多分思ったより契約者増えてないなさそうなところで、まあその販売促進の施策で、自社の楽天ミニっていうスマホね、一番ちっちゃいやつを1円でばらまくという大盤振る舞いをしてた楽天ミニなんですけどね。まあスマホの販売ランキングで1位になってたからね、期間2週間ぐらいかな、1位になってましたんで、やっぱりちゃんと効果はあったと。一時期ものすごい売れまくったっていうか、契約しまくったって、多分そういうようなことだと思うんですけども、今それが終わりまして、で、楽天ミニ一括払い1万7000円となっております。はい。まあ、詳細見ていきますけども、そうだね。まあ、
17,000円、まあ、普通のお値段に戻りました、うん、まあ、別に1万7000円でもね高くないんですけどね、安いんですけどね、最安なんだけどね、このスマホの中でね、まあ、ポイント還元とか抜きにしたら、入れたらもっと他に安いものあるんですけど、まあ、一応こういうような感じであると。で、じゃあその後どうなったというね、6月の17日に1円セールが終わってから、まあ、この楽天ミニその後どうなったかというところで、まあ、ちょっといろいろ懸念されることがあると、それはですね、もともと元値が、まあ、1万7000円ぐらいだったものを1円で販売したということで、ってことなんですよ。それでですね、まあ、まあ僕もライブとかでよく言ってたんだけど、まあ、確かに契約者数は増えるかもしれないけど、まあいろいろな弊害があるよというようなことをね、ちょこっと言ってたんですけど、今、まあ、いろいろな弊害のうちのその、まあそのうちの一つなんだけど、まあ、中古市場にすごいこう、安く出回るよというね、それでこの、まあ、ブランド価値じゃないですけど、このスマホの価値がこう一気にガグーンと下がるよと、発売したばっかなのにね、4月に発売したばっかっていうか、まあ、まあ、強いて言うとその先取りプログラムっていうんですか、スタータープログラムの人たちはもっと前から、ね、販売で購入されてましたけど、うん、そういうようなところでね、定価のその2万円ぐらいで、まあ、買って使ってた人に、まあ、よるとじゃないけど、まあ、そういう人からすると、まあ、中古市場でこの、まあ、値崩れというか、まあ、ダブついて、まあ、値段がかなり落ちてるってことで、まあ、すごくこうどうなのかなというふうなものがあります。はい。で、まあ、逆、逆手にとってなんですけど、逆に、まあ、先に先行プログラムじゃなくて、普通に、まあ、4月8日からのそのサービススタートの前に、こう、契約、思わずずっとね、早くに契約して、契約したもんだから、楽天ミニ、回線と一緒じゃないとね、1円じゃなかったもんだから、まあ、購入できなかった人、もう多々いらっしゃると思うんですよ。で、そういう方にちょっとおすすめなのが、まあ、2つちょっとサイト見てみますけど、まあ、ここ1つは、まあ、メルカリで楽天ミニを検索すると、まあ、ざっとちょっと見ていきますけど、まあ、販売中っていうやつだけにしましょうか。販売中ってだけにしましょうか。これで見てみますよ。そうすると、まあ、こうやって見てみると、まあ、例えば9000円とかね、中古備品、まあ、まあ、1万1000円、1万円、1万2000円とかもありますけども、さっきの9000円、まあ、ここに9000円もあるでしょ。他にですね、そうだね。まあ、さっきのは一番安いのかな。ここを今パッと見てる中ではね、ここ9800円。楽天ミニの箱と付属品だけ売ってるやついるな。これ価値あるんですか？こういうようなものもあります。ああ、黒の新品9000円とかもありますね。うん。そうだね。まあ相場、まあ1万7000円で販売されてるんだけども、まあそうだね。あ、8500円のもありますね。まあ、これはもうちょっと個人になってるからあれですけど、8500円とか、そんな感じですね。うん。うん、まあ、大体そういうような値付けになっております。最安が、まあ、それぐらいと。これは9900円。じゃあもう一つ、楽天モバイル、楽天アリミットだから、もう一つ、ラクマってあるんですよね、ラクマ。楽天のフリーマーケット、ラクマね。で、楽天ミニで検索してみますと、いきなり8500円の黒いやつとかあったり、そうだね、まあ8900円、8800円、まあちょっとこれ、絞り込みで、販売してるやつだけに買いたいんだけど、まあまあまあいいか。まあいいか。うん。一応見てみると、ほら、
7500円で売ってたやつとかもあるんですよ。7899円。分けありで6000円とかね。ここ7000円とか。まあ、全部売り切れてますけどね。7000円。7700円。まあ、ラクマの方がちょっと安いね。というような感じです。はい。こんな感じで、あ、6000円とかでも売ってたな。うん、こういう感じでね、結構ね、お安く売ってます。ほぼ新品とか、まあ、通電だけしたような新品ね、とか、そういうのばっかりだと思いますんで、で、使ったとしても、もともと販売がね、4月からだから、まあね、2ヶ月ぐらい使って、よっぽど変な感じで使ってない限りは、まだ全然綺麗だと思いますんで、まあ、そういうようなものが、まあ、7000円とか8000円とか1万円とかで、購入できるっていうね、一応こういうね、逆手にとって、まあ、もし購入されたい方はこういうようなところにこういうようなものが普通に大量に売ってますんで、また一つよろしくお願いします。でもう一つの流れ、いつぞや話題になったバンド問題、バンド1問題ね、楽天モバイルさんが楽天ミニのまあ製品をいつぞやからバンド対応を変えて変更して販売されてたというね。でそれでそのロットナンバーによって初期モデル、中期モデル、まあそして後期モデルというのがあって、で後期モデルがまあバンド1対応してなくて、まあ例えばドコモ、au、ソフトバンクがまああとはアジア圏ね、日本じゃなくてアジア圏のまあ、モバイル関係の会社の、が、受けたまわっているっていうかね、使っている、使用している、バンド1に対応してないものの、逆に北米とかね、そういうところに対応しているようなものに、まあ、後期モデルで変えたんですよね。なもんで、それで一時期ね、どうなったと。まあ、今もまだ問題中だと思うんですけど、で、それで、この今のこの楽天ミニあるじゃないですか。で、そのバンド1に対応している初期モデル、もしくは中期モデルが、ちょっとだけ多少、ほんのちょっとね、プレミアのお値段がついております。プレミアムのお値段ついてるって言っても、例えばこれ6000円とか7000円とか8000円とか、1万円とかで、まあ、この、販売してるやつあるじゃないですかね、楽天ミニ。まあ、それに対して、まあ、プラス、まあ、2000円とか、3000円とか、どっかそこら辺ぐらいのお値段の値付けで、販売しているものがあります。逆にね、もっとね、まあ、もっと、いや、プレミア感あるんだということで、まあ、ガツッとね、まあ、正規の値段ぐらいまで、値段上げているね、人も、出品者でね、そういう人もいらっしゃいますと。一応ね、楽天ミニのこう動きはそういう風になっております。で、個人的にはそのバンド1に対応してるかしてないかっていうことは正直あんまりこう関係なくて、今既存でほとんど使えるわけでもないし、IIJ ミオのこう eSIM ぐらいしか使いようがないし、まあ、後々キャリアが、eSIM に対応したところで、その時にわざわざ楽天ミニをSIM フリー端末として使いたくなるかどうかっていうのも、そういうのもちょっとわかんないですしね。なので、まあ、個人的にはそこまでバンド1対応にこだわる必要ないんじゃないかなとかっていう風なのが、まあ、ありますけど、はい。一応、まあ、そこは人それぞれの価値観なので、そこに多少のね、価値があるとして、まあ、一応、世間的には、まあ、3000円ぐらいプラスして、価値が上乗せされているというふうな感じになってます。はい。ということで、まあ一応楽天ミニね、1円販売終了したんだけど、まあこうやって、普通に販売されてますし、まあその施策がいいとか悪いとか言わないんですけど、まあ結構ダブついてると。まあ多分買い取り店にも行ってるだろうし、で、まあ中古スマホとして、販売されてるのもあるし、まあ今こうやって個人フリマみたいな、こういうのが結構ね、盛んだから、まあこちらの方で、販売されてるのたくさんありますんで、まあもし興味がありましたら、こういうところで購入されるのも、まあいかがでしょうかと。一応そういうような、今回の話題でした。はい。じゃあ楽天の
ホームページの方にちょっと戻りましょうか。はい。うん。まあ、そういうことで、一応、まあ、1円で販売する時点でね、まあ、必ず起きることかなと思ったんですよ。リザヤを稼ぐじゃないですけど、まあ、そういうふうなね、別に転売屋とかそういうことじゃなくて、普通の方でも使ってみて、うわバッテリーがちょっと持たなくて、これ実用性ないなとかね、ちっちゃくていいんだけど、ちっちゃすぎて、画面がもうちょっと見づらくて、ちょっとなかなか使用に耐えないとかね、そういうような方もまあまあ、少なからずいらっしゃると思うんですよね。そういう声を聞きますんで、まあそういう中でも、まあもしまだ購入価値があると思われる方は、そこはね、人それぞれなので、とりあえず使ってみたいという方は、まあ楽天で正規で購入されるのもまあまあよしなんだけど、もうどうせね、新品じゃなくても、ほとんど新品みたいなものがたくさん、まあ、個人売買のサイトにたくさんありますんで、まあそういうところでね、購入されたらよろしいかなというふうに思います。はい。あと、バンド1問題の方はね、また、まあなんか動きあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。今、まあお咎めなしなのかどうかわかんないけど、まあ一応、いろいろ動いてると思うんでね、今後どうなるかちょっと、静かに見守りたいと思います。はい。ということで今回の動画は以上です。この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また楽天モバイルのね、情報何かありましたら動画にしますんで、また今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、イゲゲンでした。ではまた。